どちらかというと我々がね、ずっとね、小さい時からね、まあ、育ててもらったと言いますかね、そういう気持ちいますんで、ね、敬老の日っていうのはやはり、両親に対する感謝の気持ち、またリスペクトの気持ちをね、表す日だと思います。